明日の13時までが日ですね。そうだよ。こんばんは。今日はね、本当はね、今日予定があったんです。今日ね、今日の日のために帰ってきたんですけど、実は大阪に。そう、あのね、コロナウイルスの影響でその予定がなくなってしまいまして、そう、残念ですね。とてもコロナ許さんからな、コロナっていう気持ちです。許さん。そういう気持ちでございます。みんな、なんか嬉しそうだよ。嬉しそう？本当ですか？嬉しいのかな？こんばんは。さっきまでマイキューの配信を BGM にツイッター触ってた。最近マイキューにめっちゃハマってるんです。マイキューにハマってるんだ。今日のキューは何してました？今日なんかコウコちゃんとミリアちゃんがコラボ配信しててどうのこうのって言ってた。マイキューがなんかでも電話したんですみたいなこと言ってた。昨日のマイキューのカラオケも見てたよ。コメントはしないけど見てるタイプ。マイキューの配信にコメントする勇気ないっていうか、メンバーの配信にコメントする勇気あんまないんですよ私。だからって思いながら見てる。そうなんだよ。したら盛り上がる。いや、なんか盛り上がるけど、なんかあれじゃないですか、話途切れちゃうの申し訳ないし、なんかふーちゃん見に来てるよとか皆さんありがたいことに言ってくださるけど、なんかどうなんだろう、なんか話しててさ、あ、話途切れちゃったとか思われたらなんかあれかなとか思っちゃって、思ってしまって、コメントチキンだからできない。そう、そうなんです。今日ね、欲しかったやつ買ったんですよ。メイクさんにね、この間ね、久しぶりに会ったメイクさんに、ふーちゃんこれ絶対似合うと思うんだよねって言われてた下地を今日ゲットしたの。ジルスチュアートひなちゃんって感じ。ひなちゃんここのねブランドたくさん持ってる。今日めっちゃお金使ってしまった。やばい、今日散財です。これ今使ってない。こないだね、撮影で一回使って、でメイクさんにこれはふーちゃんめっちゃ似合うと思うから使ってみてって言われて、はいって言って使ってみて、これめっちゃ良かったんですよ。その時にもうね、紫なんです。なんとこれを肌に塗るの、これがもうあの透明感の塊みたいな顔になる。なんかあなたは水の中から
出てきたのかなみたいな、水の中から生まれたお子様ですかみたいな、はっ、わー、ドゥーみたいな。え、白いっていうか発光するんです、これ光るんです。私が内側から発光っていう言葉があるじゃないですか、ブルンブルンじゃない、なんかもうバーバーバーピコーみたいな感じ。今は今日ねファンデーションとかもやってないんですよ、もうサボった、今日マスクするから、マスクする日サボっちゃう肌サボってしまう。これまだね1回しか使ったこと、匂いはしないです。これめっちゃいいからね、本当にいいんですよ。これを今度から撮影の時は絶対使う。でもまだ使ったことないからみんなに使ったら今日使ってよって言うね。どうやって使う、これ一番最初に塗るんですよ。ファンデーションの前に塗ってこれを仕込むんですよ、お肌に。これ本当に本当に本当にいいんです。これふーちゃんめっちゃ似合うよって、絶対ふーちゃん好きだと思って言われて、私透明感に結構命かけてるっていうか、お肌の透明感に命かけてるんですよいつも。だからこれはもう、うんと思って、そう3000円くらいですね、3200円くらいだったかな、何のご褒美か分からんけど。あとスマホケースもやっと買ったんですよ、なんと。キャー、スマホケースも買っちゃった、新しいやつ。変なのじゃないよ、なんか風おしゃれな、おしゃれな女になろうとしてるんですよ最近。もうすぐ20歳なので見せます。おしゃれ瀬戸内かな、おしゃれ瀬戸内かな、なおしゃれですやばくないですかこれ、マジで可愛い。なんとここに見せられないんですけど鏡もついてます。これねめっちゃ安くなってたんです、これ風。毎回どこで買ったかと聞かれますと、ルクアイーレっていうね場所があるんです、大阪の梅田に。冷却シートみたい家見た確かに。あのねルクアイーレっていう場所があるんですけど、そこのシロっていうお店があって、その向かい側っていうんですかね、エレベーターの横のお店にあるのを4回ぐらい行ったことあって、毎回これを買うか迷ってて、そうでずっと狙ってて毎回買わなくて、今日ビーコちゃんとお出かけしてたんですけど、ちょっと会ってて、ビーコちゃんと毎回行ってたんですけど、ビーコちゃんに今日そのあんたさ毎回同じので悩んでさ、どうせ買うんやろ、ほんならもう買ったら、どうせ買うんやったらもう買ったらいいやんって言われたんですよ。でまあそれもそうやなと思って、なので今日ね 60% オフしてて、なので買いましたそうそうそう、そう正論言うんですよ。これとあとなんか煩悩って書いてるやつがあって、それ煩悩ってやつも迷ったんですけど、こっちにした。ちょっと煩悩はちょっと子供っぽすぎるなと思って、めっちゃでも煩悩も好きやったんですよ。煩悩って書いてるんですよ、ボンド漢字でボンドと
か曖昧とかあって、種類煩悩と曖昧となんかもう一種類あって、そうでもこっちにしました。なんか千穂ちゃんが iPhone ケースに鏡使ってるやつ使ってて、それ見てなんか普通にこうやって直せんのいいなと思ってこれにした。なんて書いてるか全然分からへん。フェスティブアトモスフェレみたいな、なんかちょっとおしゃれじゃないだからこれにした。そう、これを今日買って、あとはそう今日この話をしたかったんですよ。皆さん、フーがここ最近で一番驚いたことなんですけど、あの本当に驚いたんです私。あの自分にちょっと引いたんですけど、あの今日フーはサプライズしようと思ってたんです、ゴンザレスに。ゴンザレスっていう友達がいるんですけど、地元のサプライズしようと思ってて、でなんでかって言われますと、まあサプライズって言ってもあれなんですけど、まあ、LINE 送ったんですよ深夜。まずゴンザレスっていう子が自分のスタンプを作ってて、 LINE スタンプでそれを買ったんですけど、フーは買ってて大量に、でそう、お誕生日おめでとうってLINE したんですよ。スタンプいっぱい送って、夜中まで起きてるよって言って、そう、そしたらはって来たんですよ。だからお誕生日おめでとうやんって言って、4日はお前の誕生日だよみたいなやつ送ったんですよ私が。そしたらあんた何言ってんのってきて、え何がどうしたん急に、20歳やん、せっかくの20歳やんって言ったら、今日ちゃうねんけどって言われたんですよ。でもふう去年もお祝いしたし、一昨年もお祝いしたし、その前の年もっていうか中1からお祝いしてるんですよ私毎年。今度はもうお祝いし始めて中1から、今年20歳で中1が13歳やから6年目か、誕生日をお祝いし始めて6年目を迎えるんですけど、8月7日って言われたんですよ。で私8月7日はもう大阪にいなくて、そう会えないんですよ。でも毎年会えてて、初めて今年会えなく なったんですよ。そう、そのあのずっとリーコちゃんとゴンザレスと LINE をしてたんですけど、フーは8月4日だと思って話してるんですよ。で2人とも8月7日やと思ってるじゃないですか、まあそりゃそうなんですけど、で LINE の内容が全然噛み合ってなかったんですよ今よく考えると。そうずっとフーは4日だと思って、なんか4日会おうや、4日4日4日会おうぜ4日みたいな、4日絶対会おうぜみたいな感じだったんですよ。そしたら別にいいけどなんで4日なのみたいな言われて、いや4日やんみたいな何を言いますのみたいな感じで言ってたら、そうまあいいけど別に4日会うけどみたいな言われて、
そうだからフーはなんかワクワクしてて、そうで7日って言われて、誕生日プレゼントもあの勝てなくてそうなんですよ、勝てなくて今日急いでビーコちゃんに付き合ってもらったんですよ。だからそうめっちゃ驚きました。今日ビーコちゃんにずっとフー何言ってんねやろうってずっと思ってたって言われて、そう今日勝ったんですよ。だからもうなんかね、しかもめっちゃ悲しいのが、なんかその7日に封抜きで20歳やからって言って、なんかめっちゃ結構高級なホテルみたいなところ、2人でホテルのレストランみたいなところで2人で食べに行くらしいんですよ、ご飯、おしゃれなレストランで。そうしかも何が悲しいって、そこに着ていくゴンザラスちゃんのワンピースをフーがタンプレで買ったことなんですよ悲しい、フーは行かへんのに悲しい、そうなんですよ、めっちゃ悲しい。タンプレ、そうだから服だけいい服買いました。なのでもうドレスみたいなの買いました。今日高かった。ほのたん、ん？ほのたん？ほのたんがルームに来てるよ。ねえ、バグって声がふーちゃんになって無理助けて、どういうこと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 、ほのたん。ふーちゃん、矢野さんのルーム、矢野たんのルーム聞いて。え、どういうことどういうこと？ん？どういうことどういうこと？矢野さんの声が声高くなってふーちゃんっぽくなってる。え、どういうことどういうこと？どういうこと？あ、こないだフーがさ、チョウちゃんの声になったみたいなこと？なして、コラボ配信するしか、コラボ配信する？あれでも、そう、フーこないだ低くなったよね。見に行けないよやなほー、ほんたん、ショールームで声変わるのかなって。今ほのたんのルーム見れない、見れない、端末が、私携帯しか持ってなくて今配信しちゃってるので見れない。え、私はどうしたらいいんだどうしたらいい、ふうはこれ、このほのたん本物？なんかお寿司のアバターのほのたん、これ本物？おやすみって言ってるの本物？あ、本物なんや。ゴンザレスちゃんのお話の続きってお前のせいで飛んだわやのほーもーやのほーのかもう何話したか忘れちゃった。じゃあ違う話しよう。そう、でも明日会うんですよね、ゴンザレスと。ちなみにだいぶ前からフーのルーム、見ないで。
恥ずかしい。トンサーで話す。ムカつく、ほのたん。ムカつく。もうすぐそうやって。やってらんねえぜ。やってらんねえよ、もう。こんなショールームやってらんねえよ。お詫びに牡蠣のぬいぐるみもらおういらん。あのほのたんの背景に4つぐらいある牡蠣でしょ。おきちゃんが欲しいって言ってたよね。矢野さんコラボ配信して、コラボ配信するふのたんいいならしましょうよ、全然全然しましょう。嫌って言われそう。クーラーつけてる、クーラーつけてます。25度。ふーちゃんの件初めて撮ってしまった。え、嬉しい。ぜひぜひ、はじめましての方もたくさん話しましょう。ニジも申し込み完了。嬉しい嬉しい、みんな申し込んでくれて。あ、そう、見た？昨日、昨日じゃない、今日か。今日さ、朝ツイートしたやつと朝のメールどうでした？めっちゃ昨日の深夜テンションでさ作っちゃったからさ、すごい恥ずかしいというかさ、すごいさ、コスプレ大好き芸人みたいになってしまって、どうしよう。もうネーミングセンスもなんかもう深夜テンションすぎて。牛はなんか牛のね、着ぐるみみたいな、顔だけ着ぐるみじゃない、そんな大層なもんじゃないけど、牛のワンピースみたいになるじゃないですか。この肩のホワンってなったやつとか、犬とかあるじゃないですか、猫とか、あれの牛バージョン。全部おすすめ。ワインが気になる。そう、ワイン飲めないけどワインが似合うような女性、大人の女性になる、その日はとっても。みんな悩んでしまう。初めておぷーと話すわ。嬉しい。サンタが2人。そう、ふう、なんかさ、甘々な日もちょっと作ろうかなと思って。でも、バレンタインにしようかなと思ったんですけど、クリスマスをなんか、多分みんなサンタだろうから、その24日。もうあえて、すごいもうなんか、失恋ショコラティエの、サエコさんみたいになってやろうかなと思って、その日は。そうなので、18日にちょっと慌てんぼうのサンタクロースということで、早めのサンタさんすることにした。でもサンタさんも皆さん見たいかなと思って、サンタさんは捨てきれなかったので、18日にサンタさん入れてみた。慌てんぼうだしいいかなと思って。そう、ちょっと早いから慌てんぼうにした。そう、ニーハオと、そう、これつける、なんかお団子みたいなやつあるじゃないですか、飾りつけます。耳に、耳？なんかこの辺につけるやつ、小籠包入ってそうなやつ。
あれつける楽しみ。シャンプーみたいな感じ。そう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 、ランマ2分の1のシャンプーのイメージですね。銀玉の神楽みたい。そう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 、銀玉の神楽も。そう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 、そんな感じです。みんなぜひたくさんお話しできたら。あつ森のお洋服には、そう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 あつ森のお洋服にあります。その日の語尾ある。お、楽しい。あるねあるある。ベテルギウスのコスプレ探すか。お、今だったら包帯ぐるぐる巻きにしてほしいな。ベテルギウスキモいよね、首あんないかん。スバルキュン、こんばんは。あ、てかさ、今日さ、今日知ったんですけど、Amazon プライムでドラえもんの映画全部見れるんですね。知らなかった。じゃあ楽しみ、見ようっと。アマプラ、アマプラ、アマゾンプライム見れるらしい。全部かな、わかんないんですけど見れるらしいです。やばいですよね、めっちゃ需要高くないですか。え、あれも見れる、なんかコナンもさ、違うとこかな、なんかで見れるって。最高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 。これは引きこもりの味方すぎてやばい。いや、これ泣くわ。今日の夜はアマプラでドラえもん見て泣きます。新魔界大戦、新魔界大冒険、フーも好き。今回の恐竜の絶対見る。恐竜のが好き。今回のも恐竜見る。8月7日公開。なんだっけな、何話そうとしたっけな、あと忘れちゃった。忘れちゃった。あ、そう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 、あの日向坂さんのねメッセージを一人購読開始してしまったの、今月。やばい、これでふう何人目だろう、もう目取ってる人。4人目だ。4人取ってる。自分入れて5人だ。内緒内緒だよ、まだ恥ずかしいので。なんか日向坂さんのめっちゃいいですね。いや、欅坂さんの時は
長浜ねるさんと柿崎みみさんのも撮ってたんですよ一時期。そうそう、でもなんかあれいいよね、メッセージなんか LINE みたいなんですよ、めっちゃ。そう、ビデオも送れるし、そう、そう、電話みたいなのもあるんですよ、電話機能。あれめっちゃ羨ましい、アルフもやりたい。そう、着信みたいなんで、なんか結構長い着信で、そう、あれいいね。あれいいよ。ふーちゃんから電話みたいなのあったら常にテンション高く聞きそう。え、そうでもないかも。どうやろう、高いかな。テンション高いのかな。フーツテンション高い？基本。ヤッハローっていうテンションではなさそう。確かに。ヤッハロー。あ、高い。お、高いそうです。握手会は高いわ、確かに。握手会はもうアホみたいに高いです。わーって楽しんでる。そう、お話し会はテンション高そう。高いよ。楽しみ、お話し会。緊張する。本当ですか。ふうもちょっと緊張する。ゆいがはまゆいはかわいい。ゆいがはまゆいはかわいい。待ち遠しいべさ。それな、待ち遠しい。本当に、あー楽しみ。今日は危なかった、本当に。でも初めましての方も話しやすいと思いますね、結構。じゃんじゃんじゃん、じゃん。ジャンガ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 ジャン。嬉しい。めちゃくちゃ久しぶりの人です。お、お待ちしております。アンガールズ、そう、アンガールズさん。
ふーちゃんに任せればなんとかなりそう。そういうこと。やばい、プレッシャーかけてきてるな。まあ、さては乗っかっちゃうから乗っかっちゃうタイプだから。嬉しい、本当にみんなと話せるのが。おふう喋って、ね、今日なんかふう何話せばいいか、どうしよう、何話せばいい。眠くない、眠くないんですけど、なんか話したいこといっぱいあるのに、今日は言語能力下がってる、めっちゃ。よいしょ。阪神の話もして、阪神今日負けたじゃんね、7対2だっけ、負けてたね今日。阪神本当に巨人に負けるな。強すぎますよね今年。え、ママお風呂入んの？ママお風呂入んの？え？うん、待ってて。あと分からへん何分か。一緒に入るの？そう、一緒に入る。一緒にお風呂入る。もまた帰ってきたら絶対一緒に入ってる。ママとお話すの好きなんですよ。そう、パパも仲いいよ。え、ずっと入ってる。もう何の話するの。え、仕事の話も風がしたりする時もあるし、ほとんどしないかな。でもうん、なんかいとこの面白い話とか、こないださみたいな、なんかママそういうの好きなんですよ、すごい。だからなんか、この間会社でさ、聞いて聞いてみたいな、めっちゃおもろいことあってんけどみたいなそう、なんかパパとママ毎月1回旅行行ってるんですよ、2人で。パパとママがその時に、なんかこの間どこ行ったって言った時の、あ、なんか忘れたんですけど、なんかホテルのご飯が多すぎて、パパめっちゃ小食なんですよ、本当にめちゃくちゃ小食で、もうメインの肉が来るまでの前菜でも食べられへんくなるぐらい、何も食べられへんくなるぐらいお腹いっぱいになっちゃう人で、パパが。そうで、パパはなんかもう肉だけでいい、もう肉のコースだけでいいみたいな感じなんですけど、ママがちょっと見え張るから、でもなんか肉のコースだけだったらやっぱりちょっとあれかもしれへんって言って、いつもなんか前菜からついてるコースを頼むから、写真とか食べ終わった写真撮ってもなんか
まだこれ何も手つけてへんやんみたいなぐらいな感じなんですよ。だからもうすごい大変っていう話を昨日聞いた。そうそうそう、うん、そうなんですよ。見えっぱりですね。ステーキとうなぎどっち行ったの？まあ、今回の帰省は急遽の帰省なのでご飯食べ行く予定ないです。そう、もうすぐ広島割とすぐ帰るので、そうそうそう、そうなんだよ。ん？ステーキ行きたかった。明日ちょっと早めの時間に配信します。そう、でも友達が今日さびっくりしたのが就活してるって言ってて、そう、もう超びっくりしました。何時くらい、8時か7時、7時か8時ぐらい、夜ですね。すごいんですよ、就活してるって言ってて。でもなんかすごい今コロナの影響でめちゃくちゃ大変って、そう言ってて、うん、すごい大変そうやった。あのニートの子、いやニートの子は今フリーターにランクアップしたので、そうなんですよ、拍手。今はフリーターやってますね。そうそうそう、週1バイト、そうそうそう、週1週2って。ふーちゃんもニートになってたかも。私絶対ニートになってたと思います。絶対大学とか行けないですもん。もう本当にすごい、大学生とか本当にすごいなって思う。もうマジですごい、すごいよ。あ、専門学生、大学はそこそこだるいで。そうなんですか。でもなんかすごいさ、みんな、ふーちゃんアイドルにならなかったら仕事決まってた。でも行きたい大学あったんですよ。ふー言ったことありましたっけ、行きたい大学。ふー目指してた大学があったんですよ。聞いたような気がする。あ、聞いた？向川女子、正解。そうなんです、兵庫県にある向川女子大学に行きたかったんですよ。向こう女に憧れてて、そう。
向こう行きたかったんですよ私。そう、なんでおしゃれだからですよなんて言ったっておしゃれだからです向こう城ってよくないですか。向こう城っていう響きが好きなんですよ。そう、あとはもう一つは本当に無謀な夢すぎるんですけど、青学もちょっと行きたかった東京のそう、青学もちょっと行きたくて、本当に響きです、申し訳ない、もう何にも知らなかったから、ただただ青学っていう響きが好きだったんですよ。本当にイメージミーハーです、とってもミーハーもいいとこってぐらいミーハーですね。で、これも言ったと思うんですけど、そのトロブさんと青学の前で青学だ青学だって言って写真撮りました。青学の看板をバックにマジで恥ずかしい人ですよね。マジで今考えると恥ずかしすぎてやばいですよね。青学だって言ってピースピースって言ってその時高校生だったので、そう、恥ずいですよね、マジで恥ずかしいわ。そうミーハーすぎてやばい、田舎から出てきたけど本当に田舎者すぎてやばいそうなんですよ、そんなこともしてました。そう大学ね、すごいよ大学生、勉強したいなって思う。でも最近すっごい思います、心理学学びたい、ずっと言ってるんですけど、大学行くなら絶対心理学、心理学めっちゃ興味ある。勉強してるやつはずっと内緒、そうずっと内緒、まだ内緒、まだ下手だから、下手というか下手だから内緒。心理学やりたい、なんか精神とかそういう系好きなんですよ。落ちた資格ね、資格落ちたやつももう一回ちゃんと勉強して受けたいな。そうそうそう、科学は全然わかんない科学はわからん、握手会でここで生まれる心を読もうかな、じゃあこれ読もうかな。哲学は好き、なんか休業中とか特に本めっちゃ読んでて、その時も本屋さんに一日中ずっといたり、あのね、フーがよく行った本屋さんは大阪なんですけど、梅田の、もう梅田大好きな人みたい、やばいですね、梅田のね、ルクア、もうやばい、ルクア大好きだ、ルクア大好きなんですけど、ルクアの上に蔦屋書店があるんですよ。そこがスタバとか、あのアルフレッドティールームっていうねお茶屋さんとかがあって、そこがもう本当に一日中いてるくらい楽しくて、座れるんですよずっと、そこにずっともう一日中本当ずっといた。なんかね、机もあるから勉強もできるし、めっちゃいいんですよそこ。なんかそこで小説読んだり、丸くなってるとこにね、そう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 、
そこですね。で本読んでた、めっちゃ心理学とかもそうだし、でもそこは結構前からずっと昔から好きだった、めっちゃ。そう、よく言ってた。大阪ってどこが一番栄えてるの？大阪は、どこやろ？難波かな？栄えてる。分からん。でも難波の方ほんと行かないので、もう全然分からないです。名前しか知らへん、名前。難波大阪いいですよ。 NNB 劇場入ったことありますか？あります、あります、何度か。あ、ていうかふあれじゃないですか、出張公演したわありましたそうだそうだ、出張公演でも行きましたねそうだそうだ、あのセリが羨ましい。風、そう、 STM 劇場さ、セリがないんですよ。で風さ、初めて NNB 劇場で公演見に行ったのが、会いたかった公演を見に行ったんですよ。そう、会いたかった公演で嘆きのフィギュアが1曲目なんですけど、嘆きのフィギュアセリでやるじゃないですか。あれセリがなんか高さ違ってて、そう、それがめっちゃうわー劇場やと思って、そう、それがめっちゃ羨ましくて。でも STU の出張公演で NNB 劇場さんとか AKB 劇場さんとか行かせていただいた時も、 STU の瀬取りにセリを使う曲がないから、そう、乗ったことなくて一回もないんですよ。そう、だから乗るのは夢ですね。嘆きのフィギュア好きな曲です、結構。ああいう曲、私は嘆きのフィギュア。そう、そう、みんな何公演が好きなんですか？公演は、みんなは何を、うん、何公演が好き？渚のチェリーはいいでもジーザスやりたい。逆上がり公演、おお、いいよね。リセット、リセット人気ですよね。千穂ちゃんがめっちゃリセット好きなんよね。鉄な、ここてん、ここてんいいですね。鉄なスキー風も、あ、お時間早い。シアターの女神、シアターの女神、やりたいな、既存の公演いっぱい、公演いっぱいしたい。ランキングを読んでいきます。30位が彩香、お話し会で2年ぶりのお話できるの楽しみ。2年ぶりやばいね、楽しみにしてます。29位がデュラントさん、28位が奥行さん、27位がロングソード、お話し会が待ち遠しい。26位がキーホンコンさん、25位がドリン、パネル外れた、残念。あと64日、そう、誕生日はだった6時、やばいわ、忘れすぎてるな24位がスーさん、いろんな風を見たいけど、ただ話せると思うだけで幸せ、嬉しい。23位がカープ初公開、パネル当選したよ、感謝。
ありがとう。22がテリーピーさん、21位がヨッシー、お話し会楽しみね、楽しみ。20位がナノ、お風しか見えない。19位がマサシ、18位がサイゾウ、ヤブシタブちゃん激推し。17位がサリオ、お話し会でフーちゃんと初めましてできるの嬉しすぎる、嬉しい、初めましてだ、楽しみにしてる。16位がシュン、はぁ、あ、おふうとリアル握手したいじゃん。それな、リアル握手したいよ、カナティ。15位がお腹鳴った今。15位があやちゃん、フーちゃん好きが増してるよ、嬉しい、好きかい、わいは好きだよ。14位が深夜、握手会楽しみ、何話そうね、ふーもいっぱい考える。13位がそうめん、1時はふーだけ申し込みました、2時からわらわら。2時もふーだけでしょ、2時もふーだけ。12位がしん、見たいコスプレを過ぎて気づいたら14日間参加です。わすごい、ほぼやん、嬉しい、みんな大好き。11位がキャキャキ、具体的にはほとんどの日を、ん、最終的には、めっちゃ漢字読み間違えた、最終的にはほとんどの日を少しずつ返そう、おいっぱい見れるね、ふーのこと。10位がかずゆき、けけ、パネル外れて親が亡くなったくらい喜んでます。 TT、 KK にしといてあげる、 KK 涙。9位がムニエル、パネル当選したよ、今飾る場所考えてる、お、ね、パネル結構大きくてびっくりした、嬉しい。8位がともやさん、ありがとうともやさん。7位がセティンさん、結局日で全日程を買いそうです、お話ししたいもんね、したいもんね。6位がポニ太郎、ふーちゃん大好き、嬉しい。5位がリッピッピー、パネル落選したのでお話し会でたくさん、あー残念、たくさん話そう、俺よ。4位が花丸くん、花丸ありがとうございます。3位がブビンさん、ありがとうございます、ブビンさん嬉しい。2位が平田くん、ふーちゃんのき、なんだいなしたありがとうございます。そして1位が楽しい、楽しい、正しい、正しい、正しい、見てるかい、うん、ピースだよピースだよ、ありがとうございます。1位は正しいでした。うん、みんなお話し会来てくれるの楽しみだな、ワクワクしちゃうぜ。明日は、明日の13時まで申し込めるので、みんな待ってますね。ふーは今からフォートナイトしようかな、フォートナイトしてから、ドラえもん見よっかな、今日の予定です。あ、お風呂入ってくる、その前に申し込みます、待ってます、またお風呂入ってくるよ。みんな今日もお疲れ様、嬉しい話せて。